こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。今日の動画は、東京バイクモノ、そしてカラン、そしてモノの3台のオーダーペイントで仕上がった東京バイクの色味紹介をしていこうと思います。オーダーペイント検討中の方はぜひ色選びの参考にしていただければなと思います。で、これからご紹介するようにポップグランピーでは東京バイクのオーダーペイントができます。いろいろ純正色でも結構素敵な色が揃ってるんですけど、もっとこう自分らしい色で乗りたいとか好きな色で乗りたいという方にはご利用いただければなと思います。こんな感じのカラーサンプルがたくさんあるので、そこから選んでいただくようになります。で、仕上げとしてはマットとツヤ仕上げというのがあります。こんな感じで、こちら同じ色なんですけど、このちょっとツヤツヤとした感じのグロス仕上げとツヤ消しのマットな感じの仕上がりがそれぞれあります。グロス仕上げだと15,400円、マットだと22,000円となります。はい、では早速1台目から紹介をしていこうと思います。こちらは、東京バイクモノです。で、今回はさっきちょうど出したこのカラーサンプルからではなくて、過去の動画でも何度か紹介しているあの3というコスメブランドの、ネイルポリッシュのお色を買って手に、私たちがちょっとオマージュしてあのペインターの竹下さんに作ってもらった色の中から選んでいただきました。で、今ちょうどそのカラーサンプルがまだペイント工場の方にあるので店舗の方にはないんですけど、他の色だとこんな感じで結構いい色がたくさん揃ってます。で、そんな中で今回はグレーを選んでいただきました。結構この明るい柔らかいグレーでかなり可愛いかなと思います。で、ちょっと安定して走りたいということで太いタイヤに変えたいということで、以前そのタイヤだけの紹介動画も撮ってるんですけど、そこでも紹介したボリュームのあるタイヤを履いています。で、ボリューム ある、アーバンフルグリップタイヤというタイヤはブラックに、横がブラウンのお色が入っているものと、オールブラウンとこの中のオールアイボリーのそれぞれ3色あるんですけど、全体的にちょっと柔らかい雰囲気にしたいということでオールアイボリーのタイヤを選んでいただきました。アイボリーだと結構ポテッとした感じになるんですけど、これがまた合わせてすごく可愛いかなと思います。はい、こんな感じでした。では次にカランの紹介をしていきます。はい、こちらは東京バイクカランをペイントしています。お色は、またラルカラーから選んでいただきました。6008、どこだ、6008という、ブラウンとグリーンのちょうど間みたいな色で、多分動画で見られると結構黒っぽい感じがするかなと思うんですが、こちらですね、この色になります。ちょうどここがこう緑のゾーンなんですけど、緑の中の、ブラウンとちょうど間みたいな色でブラウングリーンという色です。で、マット仕上げにしています。私の自転車も実は同じ色で、それを見て、お揃いカラーにしてくださいました。ブラウングリーンは結構深い色なんですけど、光に当たるとあのちょっと緑な感じがするので、自分の色なのであれなんですけど気に入っています。こんな感じで白タイヤとすごい相性がいいかなと思います。はい、では次の自転車に行きます。はい、今回の動画で最後に紹介する、お色はこちらです。東京バイクモノの L サイズをグリーン系の色にペイントしています。ポップグランピーでは本当に緑系のペイントが人気ですね。で、ラルカラーの方から選んでいただきました。ラルカラーも、いつも動画とかでもちょっと見ていただいてますが、緑系はかなり充実していて、講義で言うとこの辺から始まって この辺からちょっと茶色から徐々に派生する緑とかもあったりで、こうはっきりしたこうパキッとしたもう緑とかもあり、ちょっと青系が混じった色、黒とオリーブを混ぜたような色とか、結構濃い色から鮮やかな色までいろいろとあります。で、今回は、その中で6003というこちらの色、オリーブグリーンという色を選んでいただきました。なので、
オリーブグリーンなので緑だけどちょっと黄みがかったオリーブの要素がある感じのお色です。東京バイクモノの純正色のモスグリーンもそんな感じのお色なんですけど、モスグリーンよりも気持ちトーンがアップした感じの色ですね。で、ちょっと柔らかい感じのグリーンでまたマットで仕上げているのでより柔らかく、でも色自体は落ち着いた色なので、こう柔らかすぎずすごく素敵に仕上がってるかなと思います。はい、じゃあ今日のペイント紹介はこんな感じで終わります。オーダーペイントは一年中受け付けておりますので、自分らしい色で塗りたい、自分だけの色で塗りたい、人と被りたくない、その他いろいろありましたらぜひ見に来てください。結構これ見るだけでも楽しいかなと思います。はい、それでは今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。